2日連続の構想がありまして、グラネインはすっかり下枯れ葉になってしまいましたが、こうなったからといって屋内に取り込むとか軒下ベランダに戻すとかそういうことは私はしません。このままです。葉がらあたりを見ますとまだ緑ですよね。これは生きているわけです。で、自然界においてだったら災害にあったからといってあるいはダメージを受けたからといって植物が他の場所に行くということはできないわけです。そこに根を下ろしてますからね。それで出したり取り込んだりそういうことは植物の将来性を思うと決して良いことではありませんね。そちらに植えたジャイアントキャベンディッシュにしてもそうなんです。2日連続の霜で、こんな葉っぱの状態になりましたが、中を覗いてみると緑っぽいですし、横からちょっと他の葉がらをめくってみますと緑っぽいですよね。それでこのまま私としては耐えていってほしいんですね。それぐらいのことをこれぐらいのことをですね乗り越えるようでなければとてもここで親子何本かの複数本立ちになれませんから、今から乗り越えることができないなら次の冬でダメになってしまうでしょう。ですから一旦ここで地植え越冬してもらうと栽培者の方が決めたならその方針に従ってなんとかかんとか生存してもらうように見守るということしか栽培者にはできないわけです。慌ててもみ殻や落ち葉腐葉土を周りにやったって大して効果ありませんよ。もう霜の洗礼を受けているわけですからね。私は植物もつらいだろうとは思うけども見守って一緒になんとかロジエットできうる苗に成長していこうという願いを持って栽培していますね。そのようにしてあちらのナムアトールみたいになってくるものもあるわけです。もちろんナムアに比べてジャイアントキャベンディッシュとか同系のグラネインなんかはそんなに耐寒性がもともとありませんので、ここを乗り切ったとしても次の冬はかなり厳しいとは思っています。せめて世代交代してその苗をまた見守るということをやっていって、山の方ではですねジャイアントキャベンディッシュは2度越冬して、ここの例で言うとこれぐらいになってきてるんですね。もちろんダメになる苗もあるかもしれません。でもチャレンジし続けないことには大体が熱帯国に向いたバナナ品種ですから、それを
南西諸島へないで突然和歌山県の平地畑でロジエットに持っていくというのですから、ある程度の無理があるのは承知しているんです。でも無理してでもトレーニングしていかなければ見込みは、通年ロジエットの見込みは私はないと思っていますのでね。まあなんとかとりあえずは4月ぐらいから成長してほしいなと思っていますね。